アロンソの話をしてなかった。アロンソ、はい。アロンソ選手が、汚いという話。汚い？アロンソ選手、ね、ガスリーを撃墜してしまった。まあ、それは本人もね、ミスだっていうのはもう認めてるし、まあ、ペナルティーも5秒加算食らってるんで、まあ、いいんですけど、うん、まあ、アロンソでもそういう判断ミスすることあるんだなと思ったし、うん、まあ、先ほど言った通りターン1ちょっとね、こう誘い込むような形してるっていうのもあるんですよね。これ、まあ、ターン1だと思うんですよ、この写真。またちょっといやらしいのが、この100メーター看板あたりから一回ちょっと下がってからまた登ってるんですよね。微妙なこのアップダウンが。ああ、確かに。微妙ってなってる。微妙に、うん。微妙ってなってるんですよ。うん、で、1コーナーがちょっとすり鉢状の形状してるっていうね、うん、側が。っていう感じなんですよ。まあ、それは、さておき、その後ですよ。だから問題は。53周目、はい、ミック選手がどんがらがっしゃしてしまった、うん、あれがセーフティーカー開けた後だったんで、うん、ずっとみんなずらずらずらで走ってて DRS みんな持ってる状態で走ってたんですよね、うん、でその53周目にアロンソは15コーナー奥のこの狭いヘアピンのシケインのところで、うん、シケインをカットしてるんでございますよ、はいはいはい、15コーナーを、うん、まあ、走りを見てるとわざとには見えないですけど、うん、14入っていこうとしてて、あ、やべえで、そのまま行っちゃうと多分スピンしちゃうと思うんで、うん、あ、やべえでちゃんと修正して出てるんだけど、その週、ミックとアロンソの差がコンマ6秒だったのが、うんうんうん、そのアロンソがカットしたことで 1.1 秒差になって、で、バックストレートでミック DRS 使えなかったんですよね。はいはいはい、で使えなくて、でもミックの後ろのオコンとセバスチャン・フェッテルは DRS 持ってるから、うんうんうん、それでバックストレートエンドでオコンに抜かれるっていう。うん、まあ、抜かれなかったんですけど、結果的には、ミックはイン側を守ったんで、はい、でも、そこで並ばれてしまって、で、さらに後ろのセバスチャンがインにシューって入ってって、で、ミックはちょっと17コーナーのブレーキングでちょっとミスってて、で、リアがヒュッて流れちゃったんで、うん、その隙に、まあ、オコンはその影響を食らってアウト側でちょっと行き場を失って抜けなかったんですけど、セバスチャンがウィン側からシュシュシュって抜いていったんですよね。うん、まあ、それがちょっと、なんですかね、ちょっとフェアじゃないっちゃフェアじゃないですよね。うん、アロンソの動きっていうのが。ああ、そういうこと。まあ、実際それでアドバンテージ出てるから、アロンソは5秒加算ペナルティ、それで受けてるんだけど、はい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 、でも、ミックが失ったのってその5秒ではちょっと、ね、そういうことね、話にならないぐらいの、やっぱり、それで、何事もなかったとしても、まあ、セバスチャンだったり、オコンだったり、抜かれる原因は、そのアロンソのカットにあるわけで、うん、まあ、まさに、チームメイトが、その、ね、アドバンテージを得ちゃってるところでもあるし、うん、まあ、先ほど言った通り、意図的ではないとは思うけれど、もし意図的にやったとしたら、かなりそれは、なんていうか、ちょっとダーティーというか、もちろん5秒加算っていう、その、ルール通りのペナルティーは受けてるんだけど、うん、アルピーヌ全体としては、アロンソは抜かれないし、で、オコンもミックを抜けるしで、ダブルで美味しいでしょ、うん、ああ、そういうこと、ね、そういうアドバンテージ得た場合には、要するに、カットしてアドバンテージ得たら5秒要は、そこでカットしたことで何秒か得した場合にはペナルティー与えますよだけど、うん、本当は。でも、今回の場合、ポジションをなんか得ちゃってるから、あ、そこは杓子定規にもうちょっとっていう、もうちょっと厳しいペナルティっていうのをやってもいい気はしましたけどね、今回のやつ見ると。まあ、そんなことで結果的にはその直後のターン1でミックはちょっと無理な飛び込みで当たってしまうっていう。なるほど。結局その、その15コーナーカットが延々となって、はいはいはい、ミックと、ミックの初入賞はなくなってしまうっていうね。あ、まだ入賞したことないんだっけ？そうそう。ポイント本当は今回取れてたはずなの。ちょっとそれはかわいそうだったなと、うんうん。まあもちろん、セバスチャンに当たっちゃったのは自分のせいなんですけど、うんうんうん、でもまあ、ね、ちょっとまあミックもその、やっぱアロンソカットした瞬間に、ああ、あいつアドバンテージ得てるってすぐ言ってたから無線で。うん、明らかにこいつやりやがったっていうのは思ったんだと思うんですよ。ああ、なるほど。自分だけ DRS なくなっちゃってるからね。それは思いますよね。で、しかもすぐ後ろにいるのはチームメイトだし。はいはいはい。そこはちょっと、いかがなものかなという。うん、まあ、アロンソ結果的に、その、ペナルティー食らってポイント取れなかったんで、うん、まあまあ、だけど、それで、アロンソ自身がさらにポイント取ってたら、おいおいって感じはちょっとしますけどね。そこはちょっとフェアじゃないんじゃないっていう気はするし。でしかもチームもまた、アロンソに5秒ペナルティー出てるから、後ろのアルボン押さえてって、オコンに言ってる。5秒ギャップ作ってって言ってる。そんなことできるかってオコン怒ってたけど、やらないって、そんなことは。そんな、ブロック しようなんてしたら絶対抜かれるから、俺はやらないって。さすがにオコンはそこは拒絶してたけど、はいはいはい、でまあ、結果的にだからオコンとアルボンが前になって、アロンソ下がったけど、
ちょっとそのアルピーズのチームとしてもそれどうよっていうね。うん、オコンブロックしろは、まあ、アシストしろはね、もちろんわかるけど、うん、アロンソのその5秒ペナルティをちゃんとそのポイント圏内で済ますためにアルモンを抑えろっていうのは、ちょっとそれはやりすぎじゃないかいっていう気はしましたけどね。オコンだって戦ってるし、うん、それこそアロンソを抜くチャンスってね、あったわけで、その辺がちょっと、アロンソもそうだけど、まあ、アルピーヌもどうかなっていう気が、あ、うん、僕はしましたけどね。はい。